やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。よいしょ。はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、サミでございます。すげー腹減ったよ、助けてくれ。昨日から何も食ってねえよ。今回、実食編ということで、ドラえもんたった今買ってきました。はい、こちらの8号の土鍋を使ってお米を炊き、そして、昨日買ったね、たくさんのお惣菜、スープ、おかずだったりをね、ふんだんに食べていこうかという、企画でございます。で、ご飯の炊き方を調べました。すでにね、お米をこのような感じで置いてあります。これをちょっと今からね、炊かしていただきますよ。今日使うお米は、一つ星お米マイスターが選んだ美味しい秋田米ということで、秋田米夢おばこ、これをね、しっかりと炊いていきたいと思います。みんなごめん、そのせいか。昨日買ってきたものをまとめましょうか。どこがどこなのか忘れちゃった。これふりかけとかどこだっけ。あ、はい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 。もずくとウニのり。うまそう。視聴者にもらったお土産だ、ここら辺は。ないや。ハロウィンパンプ。これはちょっと別枠ですね。竹とば。結構買ったな、こう見ると。うん、あ、あとこれだ。ハマーキ。先っぽ切るやつ。うわ、草。全然いい匂いしないんだけど。あれ？動物園で嗅ぐさ、ヤギの糞みたいな匂いする。あのコロコロの。乾燥した糞の匂いがする。ウサギとかの。なんかもっといい匂いがすると思ってたわ。しょっぱな何いこうかな。しょっぱな、やっぱ北海道から攻めていいですか。北海道、鮭、ルイベ漬け。ちょ、マジ腹減ったー。明太子もちょっとあげちゃおう。明太子にちっちゃいやつ売り切れだったから高いやつ買ったんだけど。ボーン。ボーン。これやばいな。明太子やばいな。明太子後にしよう。はい。鮭とば確かにちょっと食べたいな。ちょ、鮭とば食べていい？北海道のちょっと、枠が違うけど、視聴者にプレゼントしてもらった、鮭とば、北海道エリアで、買い物してたら視聴者が買ってあげますよ、つって。あ？すごい！うわぁ！弾力すごっ！うめぇー！うまっ！うまい！かなりジャーキーに近い。なんか一個食べていい？気になるやつ。お姉さんが辛くないですよっておすすめしてくれた。じゃあ韓国のキムチちょっと食べていいですか？辛くないらしいので。うわぁ！ほんとかよ。いただきます。うまい。辛くない。ご飯が欲しい、これ。ああ、これ。でも、食える。
米が欲しい、米が欲しい、すごい、これはすごいぞ。はい、うちってお茶碗なかったっけ。うちにお茶碗があるはずねえか。お茶碗のサイズで俺サイズの飯とか食わんしな。シャモジはどっかあった気がしたんだよな。シャモジ、シャモジは買った記憶があるぞ。はい、はい、アバン、ボン、輝いちゃってんだけど。おいって、米ってすげえな、こんな膨れんのかよ。あ、おこげになってますよ、おこげにさ。というわけで始めたいと思います。まず一食目に食べるのは、北海道枠日月日高昆布、ちりめんを。その前に一度ご飯だけいただいていいでしょうか。うん、まっ、あんま、甘い、いこう。昆布が食感があるように茎の方を使ってんだね。輝いてやら、保温した方がいいか、確かに。確かに保温しよう。蓋俺どこやったっけ、テンション高くてどっかやっちゃった。ほら、蓋開けた後ぶん投げた。これ、これいいな。つ、あっ、じゃあちりめんのふりかけいただきます。こんな感じで、おお、昆布がコリコリしてる、鼻に抜ける香りがすごいわ。じゃこの香りが、しらすのさ、うまみの香りがさ、呼吸一回一回鼻からふうふう抜けていくの。美味しい、美味しい香りが。じゃーん。ごちそうさまでした。というわけで次いただくのはこちら、ルイビです。こちらも北海道枠。北海道とは言えば何たるかと聞いたら、みんなこれをこれって言ってました。はい、こんな感じで。こういう、うまっ、味に贅沢を感じる。サーモン漬けの味はさ、すんだけど、イクラの風味で包まれてさ、豪華なんだよね。豪華で上品。しょっぱな北海道かなりかましてきたな。たまらん。ルイベすごいね。お前らが言った通り。次行くのは、こちら、じゃん。秋田のいぶりがっこ。これを、こちらもね、マヨネーズなんて普段食うたふんだんに、ブワーほらーほら、ブルンブルン、うわー、いいね、いぶりがっこのさ、食感が、あー、ブラックペッパーの香りが抜ける。甘いタルタルソースの中にブラックペッパーのスパイシーさがたまにいくんだよ。で、その中で咀嚼してるとコリッコリッコリっていぶりがっこを感じるわけ。バランスがいい。クラッカーにつけたい、これ。なんかそクッキーとかにつけてみたい。すごいね、これ。なんでもいけちゃう味する。新潟枠行こうかな。佐渡のもずくとウニのり、ナスの味噌漬けでございます。新潟には温泉街があるんですけどね、天気がいい日はね、海の方を見ると佐渡島が見えるんですよね、奥の方に。あ、これ握力弱いんだよ。きた、オッケーオッケーオッケー、いったいったいった、おい、この輝き、もずくとウニいただきます。
まずこうやって一回すくって、それでご飯をそのままガッ、いただきます。あー、あ、海の味が入る気だね。海苔の段階だと佐渡のもずくとか全然わかんねえ。ウニの風味が大切。これ包丁で切れっつってたんだよな。ちょっと待ってね、切るわ。で、この味噌もちょっと切れとるやないかい。切れとるやん。ナスですね、これ。こんな感じ。お、え、コリコリなんだけど。なんかもうちょっとさ、形の崩れてさ、言ってみたらちょっと柔らかなすかと思ってたじゃん。違う違う、かなり食感が強い。きゅうりよりも硬いよ。味噌はね、ガツンとしてる味噌はね、甘いやつじゃない。さっきのナスの量で、でもご飯倍ぐらいないと味が濃い。まさにご飯が進む。はいはいはい、でした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 。食べるオリーブオイル、食べるシリーズの中でもかなり変化球と言っていいでしょう。オリーブオイル、ちりめんじゃこオリーブオイルでつけてるんだ。おー、こんな感じ。おー、嫌なオイリーさじゃない。ぶっちゃけめっちゃオイリー。そうそう、油っぽいっていう、なんかね、拒否感が出ない。すげえ不思議な味。なんて言ったらいいんだろう、美味しいよ、めっちゃ美味しい。なんかね、ご飯食べてるのに若干ピザを彷彿とさせるとか、なんか思い出させる。待って、俺これすげえお気に入りかも。俺食べれないけど、脂質がすごいから絶対に。これ食べ過ぎるとやばいわ、癖になっちゃう。言っていいですか？明太子です。ほらほら、おこげ、よいしょ、あれ。おこげのご飯に明太子そのまま1個、いただきます。うわ、皮が破れた途端に溢れ出しますね。じゃなくね、ちょっと待って、これじゃね、コラボレーション、いぶりがっこタルタルソースを上に乗せちゃうんだな。うわ、うわ、見て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 、うん、まっ、明太子外れなしですね。というわけで、ちょっとここでかなり濃い味が続いたので、クールダウンを入れたいという面もあり、一回スープはこちら沖縄編に行きたいと思います。スープですね。すごい、もずくがほら、磯の香りが、うん、なんだろう、だしの香りがすんだけど、味付けもずくだ、うまい。これをただ白米を口の中にかっこんで、
うん、あ、そう。優しい。ここで一旦リセットと。うまい。はい、これいきます。鮭焼きレンコン入り柚子味噌、これは徳島ですね、徳島の名産。よいしょ。へえ。レンコンかなり細かくカットされてるんだね。いただきます。甘いんだ、甘いんだ、そっちの味噌なんだ。お豆腐にも合う気がするんだよね。お豆腐につけても合う気がする。ご飯なくなっ、これかき集めたらあるかな。けど 2.5 合あったお米が残りこれだけになってしまいました。というわけで、はい、じゃん。これが大分ですね、ニラ醤油。わお、お、結構刺激のある匂いがする。ラーメン屋の匂いですね、ラーメン屋の匂い。いただきます。あー、ご飯がカリカリになっちゃってる。これは間違いないですね、濃い醤油の味。なんかその最近のさ、チューブに入ってる酸化してない醤油とかじゃなくてさ、もう本当に調味料用のザ濃い醤油って感じで、香りがさ、ネギが彩ってくれるんだよね。あ、卵かけご飯いけると思う。卵かけご飯、あぶ、ご飯が上がる、あかん、残りがこいつなんだよね、こいつなんだよね。まさか米がなくなる方なんだよな、俺のお腹がいっぱいになる方じゃなくて。鰹節とかよりもさらに薄いね、このふざけ。一瞬で溶けてなくなるわ、口の中で。香りだけ残して。ごちそうさまでした。いい回だった、マジで。幸せー。俺のお気に入り発表していいですか？ルイベと、食べるオリーブオイル。この二つが俺の中で隠れちゃった。ちょっとジャンクっていうかさ、なんていうのかな、手間がかかんないことじゃん、こういう、白飯になんか、こういうのをかけるだけっていうのはさ、そんな、食べ方なんだけど、すごい贅沢を感じさせてくれるんだよね。俺今幸せだなっていうのが、他のも幸せだったんだけど、2倍はあった。これは、新感覚なところが良かった。食べてみて、あったら。そこら辺に売ってんのかな？というわけで、今回、買ってきたものがね、あと一つあります。今のところの感想言っていい？これマジなやつ。マジで臭いの。草食動物の糞が乾燥した匂いなんだよね、これ、今。煙を口腔内に吸い込み終わったら、それ前通り鼻で呼吸を続けながら、口の中でコロコロと転がして味わいます。煙を。で、こちらも買ってきました。じゃじゃーん！これで吸う方を切ると。怖い。え、切れないよ。ちょっと回すのかな。これ、こんなんだよ。ほら。汚いんだけど、なんか。ボッサボサなんだけど。で、吸い流さないとつかないんだよね。
あ、でもいい匂いはする、いい匂いはする、非常にいい香りはするよ。あー、わかるけどね。すっごいさ、白米 2.5 号とさ、ご当地のやつで、おし、口しやすだったのに、くっさい、全部今、ここからここまで全部臭い。今日の配信は実食編ということで、2日間にわたり、秋の、土鍋で炊いた白米に合う、おかずだったりを探す旅をしました。またなんか企画を考えてやるので、よかったら見てください。皆さん、お疲れ様でした。さよなら。んおやすみみんな。じゃあね。に、把握するな。あー、はまきはするな。